え、おお、マッキー大丈夫。おお、コエボみたいなの来た。なんか巨人が現れた。どこだ、逃げ込むわ、エレンの家。マッキー大丈夫。おお、おマッキーがやられちゃった。今日はとあるところにね、遊びに来ました。どこ、これあのマーク見たことあるな。なんでこのでっかい壁。マキでも早くこの中入んないとやばいよ。なんで、巨人が襲ってくるからさ。僕も確かに YouTube 界の巨人かもしれませんね。なになにこれ、うわ、なんだよなんだよ、おい、ん、なになになに、今当たってるんだけど僕に。ねえ、まあ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 、ねえまあということで、マキ今日は進撃の巨人の再現マップに来ました。ほら今日はね、ここで遊んでいこうかなと思います。マキは巨人とか好き？大好き。ライバルだけどね、エンターティネーとして、エンターティネーとしてライバルだけど負けません。いいね、マキ。じゃあ今日はこのマップで遊んでいこう。あ、ごめんごめんごめん。ただ進撃の巨人ね、うん、巨人怖い。ただここ取ってて、ここ、巨人苦手。ただこれで倒せる。おー、怖い怖い怖い。あるでしょ、巨人は好きだけど大きいの怖いからさ。マキちょっと怖いもんね。そうだね、じゃあマキ行こう。街並みがすごいや。街並みすごいな。調査兵団に入りたいな。駆逐してやるだよ、まさに。いいね、すごい再現度が高い。やっぱ巨人なんて倒せないのかな。僕じゃ、僕みたいな愚かなる亀じゃ入れないだろうし、なかなか倒せないのかな巨人は。でもマキ意外と亀だから襲われないんじゃんか、巨人に。そもそもそれは超ラッキー、亀でよかったと初めて思うよ、うんまあまあまあ、じゃあマッキーとりあえず、マッキーでもね僕倒せると思うから、調査兵団の真似してさ、巨人討伐ごっこでもやろうよ。ゼージ何言ってんの、遊びでやることじゃないよ巨人と戦うのは。なんか読んだちゃんと。いや読んだけど、読んだけど。いいじゃんマッキーあー、分かったからマッキーやろうよ。いいから。分かった、弓矢しか渡されてないけど。じゃあマッキーいいよ。どこにいんの。ね、屋根の上登った方がいいかもな。オッケーオッケーオッケー。じゃあ僕が今出してあげるよ、はしごを。オッケー。巨人を討伐するぞ。どこにしよう、どこでやろうかな。ここでやるか、いやここでやろう。まあ、こんな感じで出してと。マッキーここのボタンを押したら、よし行くよ、サバイバルにするよ。でもここのボタンを押したら巨人が召喚されるから、倒そう。倒す。巨人の弱点場所知ってる？首の後ろ。そう、首の後ろ。僕と一緒、僕と一緒だ。マッキー首あんの。まあ、いいや、マッキー行くよ。カメだからね。スタート。ああ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 、え、待って待って、二人とも死んだじゃんね。ちょっと遠くに出すから、ここの広間に出そう。俺倒せんじゃない、届かないの。あ、お、来た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 。見失った見失った。どこにいるんだ。いた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 。あーあー、でかい、大きいのが出た。あーあーあああ、マキ倒すぞこいつら。登ってこれないからな。頭を狙って、頭から、ほいほい、はっ、ナイスエイム。ヒュー、ヒュー、はい。あ、いるね、この下にいるんだ。いた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 。えい、いるな。まずちっちゃいのから倒すか。よしよし。うまい。あれなかなかやられないなこいつ。え、全然やられないじゃんこいつ。調査兵団の僕が行くか。なんだこれ。一回起動装置。ただクリエイティブじゃん。まあいいよマッキー。サバイバルで倒すときはサバイバルだから。全然知らないマッキー。じゃあ僕はいい、倒して。いいよ、倒しいよ。やれ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 。でい、あれ頭殴ったらワンパンだった。ダイヤの剣で頭殴ればいいのかこいつ。じゃあ来た来た来た、いやいや、おう、え、見た、頭ワンパン。マキ強っ。なんだ巨人って意外と怖くないね。え、マキ調査兵団入れるじゃん。ね、言ったでしょ、当たり前じゃん。兵長と呼んでくれ、マイキー兵長だ。え、マイキー強っ。だってもう怖くない巨人、弱すぎ、雑魚団って感じ。え、じゃあマイキーもうここに住めるじゃん。住みます、責任を持ってこの町の、この町の平和を守る僕が。ほうほうほう。じゃあマイキーどっか住みに住もうよ。ここ見ましょう。ここ見たことあるでしょ、ここ気に入ってんな。どれ。僕の名前は今日からエレンだから。まあ、キーじゃないだ。え、エレンのハウス、エレンの家じゃんこれ。そうだよ。え、すごいすごいすごい、再現度高。おお、すごいすごいでしょ。ここに秘密の地下があるんだ。え、すごっほう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 。え、すごっ、すごいでしょ。マッキーすごいな。言ったでしょ、ネザースタートなんじゃんこれ。ここあんま人にはね教えないんだけど、即時回復のポーションとかあるよマッキー。この人が気に入っちゃったら僕だから、ここに住みます。マッキーここ住むの。うん、でも巨人また襲ってくるよ多分。大丈夫、僕みたいなエースがいれば安全。僕についてくる自信があるなら大丈夫だ。全一巨人が出てきても僕が全て倒すから。本当に。うん、マッキーさっきあんなにビビってたのに調子いいな。余裕だよマジ、10人来ても僕がワンパン倒すから。よし、
今マイクオフにしています。なんかマイキーがね2体巨人を倒したことによってちょっと調子に乗ってしまいました。まだマイキーはね本当の巨人の怖さを知らないと思うので、僕が今からマイキーにドッキリを仕掛けます。今から僕が巨人のスキンに着替えてマイキーのことね驚かせちゃいたいと思います。あ、マキー？何？ちょっと今からさ、僕ちょっと抜けるわ。おお、いいだろう。ゆっくりしてきな、スワイ。ちょっと予定ができちゃってさ。もう一人でやってますかね。このマップ楽しい。この街を僕が守るために、ちょっと散策しとくよ。ちょっと僕が戻ってくるまでになんかいろいろ実験しといて。任せてくれ。僕がすべて倒す。オッケー、じゃあね、マキー。はい、ということで、巨人の隙に着替えてきました。どっからどう見ても。巨人ですね。ということで、まあ、僕のね、ネームタグ今見えなくしている状況なので、マイキーにね、僕ってことバレないと思います。このスキンでマイキーのことを脅かしていきたいと思います。そして、なんかちょっと気持ち悪いから、これ着よう。オッケー、ここで待ち伏せしますかね。よーし、マイキー。あれ、全員戻ってきたの？うん、戻ってきた。僕もうこの街を完璧に把握した。この街の平和を守らないのは僕しかいないみたい。大丈夫か？僕のあの素敵なお家に戻るよ、僕は。僕、ちょっとね、壁の外見に行ってる、今。壁の外危険だよ。でもまあ僕は壁の外いるんだ。巨人がいないか見てるの。どうしたの、マイキー？家の中になんかいる。なんかって。巨人がいる。こっから見ると結構大きいぞ。ちっちゃいのか？巨人がいるの？大変じゃん。あれ、オブジェかな？ネームタグがないからオブジェかもしれん。何してんのマイキー。家戻ってきたんだけど、なんかね、家の中に巨人の見た目なんだけど小人だから、ちょっと矛盾が発生してて、僕の苦手な矛盾なんだけど、プッチンしないプッチンプリンってよく言ってるじゃん。なんだこれ、オブジェ。ちょっと殴ってみよう。わかんない、なんか進撃の巨人に出てくる巨人の見た目のやつがいる。もしかしたら僕の魅力に、密に、僕のフェロモンに呼び寄せられてきたのかもしれない。言いたくないけど、僕一応ゲーム実況界の巨人じゃん。その巨人に会いに来たのかもしれない。巨人がリスペクトかから来るストーカーかな。けどね、挨拶しなきゃ。こいつ挨拶しない。マジ誰これ、置物なんかな、わかんないや、わかんない。何マッキー、まあでもマッキー、ここな、うん、マイキーに会いに来てくれたんだったら、丁重に扱わなきゃダメじゃん。丁重に扱いたいけど、まあ、ライバルではあるからね、やっぱ、マスコットキャラとして。この、進撃巨人生アニメのマスコットキャラと、お前全シスターズのマスコットのこのマイキー、勝負しようか？おい。勝負しようかってんだ。マイキー、何喧嘩売ってんの？喧嘩売ってない、喧嘩売ってない。ちょ、服着てんだ、一丁前に。なんだ、こいつ。火つけらんないように、ちゃんとね、火のつかない台に乗ってやがる。卑怯だな、燃やせないようにしてんだ。あー、なるほど。意外とちっちゃいんだね、そういうとこは。巨人なのにちっちゃいんだね。僕みたいだ。ちょっと移動しよう。電池探しに行く、どこにいる、何が見える。僕ね、壁の外に、もうすぐ壁の中に行くかな。もうすぐ壁に着く。結構巨人倒してきた、僕。入り口の方向かうよ。うん、そうして、そうして。なんか今動いてた。何が、巨人がついてきてた。いやいや、そんなわけないでしょ、マッキー。だって移動してるもん。マッキー、嘘はいいから。嵐かな、メンタルけど見えないんだよね。え、嵐いるの。嵐だと思う。え、倒さなきゃ。ついてくんだよね、気のせいかな。ついてくる気がするんだよね。気のせいでしょ。気のせいかな。うん、駆逐するわ、もう。なに、どうしたの。駆逐する、駆逐する、悪いけど駆逐させてもらうわ。え、なに、マッキー、巨人と遭遇したの。巨人のちっちゃい版かな。駆逐してる、今。燃えてる。オッケー、僕もうす、あ、なーに、マイキー。あー、燃えちゃった、自分も。おー、よしよし、僕やっとこの城の中入ってよ。城っていうか、この燃えちゃう、燃えちゃう。迎えに行くよ、入り口まで。なに、マキー、今エレンの家行けばいいの。エレンの家、あー、いいよ、入り口も向かってるから。危なかった、駆逐した。僕が全て倒す、やはりこの町一番の調査兵団だ、僕は。うんうん、テストの中勝手に見ちゃう、誰も見てないし。ウェイパンゲット。どうしたの、マキー。なんかまたいるんだけど、懲りないやつだな。燃やしといた。気持ちいいな。よし、今マイクオフです。マイキーが気づかないので、このね、僕が隠し持ってたこの超巨大大型巨人の卵でマイキーを驚かしちゃいたいと思います。よし、マイキー、僕エレンの家着いたよ。エレンの家どこだ。マイキー忘れちゃったの、エレンの家。戻ってきた、戻ってきた。どこ、まだ。おお、マッキー大丈夫。おお、なんかマッキー、親分みたいなの来た。なんか巨人が現れた。なんかダメだ、マッキー大丈夫。勝てない、ダメだ、逃げ込むわ。エレンの家、地下室があるから。地下室逃げ込んだ。地下室もまだ開いちゃってる。電池どこにいるの。僕も地下室行く。わあ、どうしたの、大丈夫、マッキー。えマッキー大丈夫。えおお、
マイキーがやられちゃった。各地ガスに呼んだのに。ああ、電池どこ？マイキー、調査兵団でしょ。早く倒してよ、巨人が。無理だってばよ。めっちゃいっぱいいる。あれあれあれ、フリーズした。あれ。みんな動かなくなった。え？じゃあマイキー倒したの？多分僕の勝ちだ。でもマイキーすら動かなくなってる。この調査兵団だ。おはは。僕が極まりにも強すぎてサーバーがクラッシュしてしまったようだ。駆逐しちゃったサーバーを。あの怪しいあの変な服着た巨人僕だから。え？どういうこと？ま、マキドッキリ、僕があの巨人をやってたんです。ってことでバイバイ。後で詳しく聞かせて。まあ今日はまあいいや、バイバイ。駆逐成功だね。